広末涼子1980年7月18日生まれ出身地高知県身長1 6 0センチ。血液型大型広末涼子さんは日本の女優です今や女優として大人気な広末さんですが実はあの関東連合とつながりがあるとの噂がありますしかしこれはあくまでも噂です 広末さんは若い頃に俳優の金子健さんとお付き合いしていたと言われています。金子さんといえば、イケメン俳優として様々な作品に出演されています。広末さんも前盛期でしたし、この二人がお付き合いしていても不自然ではありません。実はその金子さんは、関東連合との交際が噂されていたのです。また、 かつて金村という人物が集団臨地にあって亡くなっています。彼は関東連合の方だったと言われています。実は広末さんの前のご主人、岡沢さんが、この金村さんと子供の頃から仲良しだったのです。ですから、岡沢さんも関東連合と関わりがあったのでは、と言われています。そこで広末良子さんと金村さんが繋がります。 広末涼子さんは2003年に岡沢さんと結婚、2008年に離婚しています。その離婚理由は様々な憶測が出ましたが、仕事や価値観の違いで歩幅を合わせていくことが難しくなった、というのが一番の理由のようでした。ですが、実は真相は岡沢さんが関東連合の関係者との間に、金銭トラブルがあったからだと言われているのです。 結婚するときに岡沢さんの交友関係などを確かめなかったのかと思いますが、当時は好きだったら何でも乗り越えられると思っていたのかもしれません。こうして関東連合との関係が噂されるようになった広末さん。しかし、現在では別の男性と再婚し、女優としても数々の作品で評価されています。これからは変な噂に惑わされずに、 女優として輝き続けてほしいですね。